清水町は和歌山県にあった町である。2006年1月1日に同じ有田郡の木備町、金谷町と合併し有田川町となった。紀伊半島のほぼ中央、県北部では東寄りの山間部に位置し、奈良県吉野郡の野瀬川村と隣接する。町域は有田川の上流部分にあたり、町内には北部の長峰山脈に属する宇山、床山、 先方山、道なる見山、小石が、峰や、南部の白馬山脈に属する白馬山、白山、和歌山といった、険しき山々がそびえ立っている。当庁は、典型的な山村地域であり、町内を流れる有田川とその支流に沿って、小さな農村が点在している。北西部には、二川ダムをはじめ継承地が多数有田かの、流人国定公園に属している。 かつては、東朝発祥と言われる、奇襲足によって栄え、またこれも日本において、東朝で最初に栽培された種類の栽培量が、日本一になったこともある。養産も和歌山県内で随一の盛官さを誇ったこともあったが、いずれも衰退を見ている。町長は、田中俊志野。1940年8月14日生まれで1999年4月30日に、就任。 任期は2007年の4月29日までとなっている。平成12年の国勢調査によると、当庁のである。かつては、当庁発祥と言われる、奇襲和の生産や、日本において、当庁で最初に栽培された種類の栽培、養蚕などが盛んであったが、現在は過疎化が進み元気がない。どう山椒は、当庁発祥の実の大きな山椒で、生産量は、 現在も日本で1位となっている。林業も日本全国で有数の規模を誇るが外国の木材に押されこれも不審であるというのが実情である。以下の三町は当町も含めて清水町つながりで昭和54年10月にお互いに締結を行った。町内に鉄道は走っていない。最寄りの鉄道駅は西日本旅客鉄道規制本線の藤波駅で ここから、有田鉄道花園線で東町に行くことができる。キャンプ場なども多くある。有田川町観光情報、日本の棚田百選、社団法人農村環境整備センター。ありがとうございます。